はい、というわけでですね、本日郡山市営の東山霊園の朝鮮人追悼の日にやってきました。でね、この今追悼碑の真裏なんですけれども、ここに碑文が、ね、刻まれています。で、画像だとね、写真だとなかなか読み取れないんで、今ここで私が読み上げたいと思います。まずここですね。ここから。この日は太平洋戦争当時、日本軍部により朝鮮から県内120カ所に及ぶ事業所に強制連行され犠牲となった方々に対し、戦後50年を機に追悼の意を表すため、県民有志の発願のもとに献碑されたものでありますと。犠牲となられた方々は、県内の炭鉱、鉱山、発電所、軍需工場、土木作業所などで炎天下、極寒、降雪の中、筆舌に尽くしがたい過酷な労働に就労させられました。私たちは強制連行に起因する殉難を霊言な歴史事実と受け止め、祖国の解放幸福50周年を迎えて、現在確認されている故国に帰ることができなかった146柱をはじめとする方々の永遠のご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、不幸であった過去を反省し、今後の両民族の平和友好親善発展のために、再び戦争を許さないことを誓い、ここに追悼の碑を建立するものであります。1995年8月15日、福島県朝鮮人強制連行犠牲者追悼の碑建立実行委員会とね、このような形で碑文が刻まれて、とんでもないね、ほんと嘘800でたらめね、このような碑文が刻まれております。